はい、それでは三国志をやっていきましょうかね。やっていきましょう。前回が割といい感じ攻めれましたね。この刀剣をちょっとね、あとこの交友を軽くやっつけて、この辺り中原を制してですね、刀卓とまだね戦えてないので、ちょっと残り3ヶ月ですね。同盟期間はまあ、ゆっくりしといてという感じですかね。さて、どんな感じかな。あ、みんなもう、優勢100と。まあ、こういう攻めてこないだろう、安心みたいな、勝手な安心があるんで、攻めます。刀剣倒してゲットしていきたいなと。もうね、連動で一気にやっつけていきたいなと。できればもうちょっとね、能力高いキャラがいてくれるといいんですけどね。240で207いっか。全力でいきましょう。金兵糧万が持ってたもんか。大衆まあ、立てこもりましたね。というのがまあ正直なところでございます。おお、まあ数はですね、うちが倍なんですけどね。まあこれはもう連動のパワーが火を吹きそうですね。いいですね。連動でちょっとやっちゃいましょう。城壁を無事に登れるかっていうところもありますけどね。さあ、さあ登れるか。さあ、登らしてくれ。わしを登らしてくれ。やめてー。やめてー。登った。殴っておきます。みんな。さあさあ。やめて。やめてやめて。登ってきましょう。よっしゃ、登ったで。さあ、やめて、もうやめて。連動そんなに攻めないで。きたー、弓矢。いやー、すごい。ちょっとね、連動攻めないで、本当に。消えた消えた。やろう。いいな。さあ、雨を降れ降れ。おっとっと、行ってくるじゃん。弓矢じゃん。行っちゃった。18。
どうですか、来ちゃいますか。23。おお、122、いいねー、見えた、ニャロメ。そうですか、関しておきましょう。ほっとけ、18、あー、まあ、大変っすね。まあ、殴っときましょう。大雨降りますよ。いいいいね。あ、バカやね。殴ってきやった。弓矢でどうぞ。いやー、耐えますな。そうですけどね。中性度がまあまあっすね、皆さん。まあまあの被害でしたね。おお、いっぱいいる。攻め込まれると厄介ですけどね。兵士がまあまあいますからね。訓練したら送り込もうかなと。長君、こうやって持ってるのか。どうだっけ、訓練。ここはやっていきましょう。あとは どうしようかな。どっちかな。ここいいかな。こっちかな、やっぱし。ここ円ね、ここ気になりますよね。3ヶ月ぐらい ?4 ヶ月ぐらいに行けばよかったか。しまった。まあいいや。まあまあまあ、いいっすよいいっすよ。ちょっと欲しい。流氷に合わせるか。ちょっと訓練させましょう。わお、ちょっと効率落ちますね。12いらないんだな。こちら、人100でした。
3ヶ月ぐらい頑張ってもらいましょう。誰も調査的なことをできる人いないんだっけ。やってないか。やってないよね、こいつもね。ああ、みんな、ほんと持ってないですね。一定持ってねえ、誰か。原発庫持ってないですよね。猶予持ってない。こちら。お、持ってた、誰か。優秀。グホン、あ、グホンか。グホンね、ちょっと優秀だもんな。ちょっと待って、グホンは、東洋に回せよ、ましょう。自春。可否。自春に移動させますか。自民党は増えていってますね。それでも厳しいっすね。あとは訓練しておきましょうかね。1ヶ月ですな。これできない。ああ、徴兵しときます？多少は。ね、何もしないよりマシかなと。防衛策をですね。あれ訓練しましたっけ。訓練したよね。したした。はい、終わり。3ヶ月だったんですね。おっと、貴殿こそ大葉の大業をなす方と見込んで助力せんと来ました次第。すごい人気やな。周遊とか仲間ならんかな。お、あ、コウソンさんやられちゃいますよね。ホールの実、めんどくさいホールの実ですね。どうすかね。121。お、授乳がいる。わー、欲しい。大使児もいる。ちょっとやっつけてパリッともらいたいですね。曹操は、わあ、じゃ、兵舎いっぱいいるけど兵糧がないってやつですね。まあ、やっぱここかな、取りたいのは、ね。この優秀武将を一挙に、パコッと。あ、でも、ああ、逃げ道あるんですよね。ここも200、ここは自由いっぱいいる。全力で攻めてしまえばいいのかもしれないですけどね。こちらどうですかね。あ、東卓、
海遊が2人いる。攻めてこられたらめんどくさいっすね。そうですね。ちょっと微妙な感じですかね。全然盗用能力が微妙ですね。盗用攻めた方がいいっすよね、絶対と思うんですよ。ちょっとここから攻めようかなと。こう中を先に攻めたいですけどね。先にそうそう先に倒したいですけどね、本当は。逃がすと面倒なことになりそうだからですね。あれみんな100だっけ。あ、そうだ、100だった。失礼。1ヶ月訓練すれば100になりますかね。2ヶ月訓練ですね。こっちは、まあ、訓練中か。訓練100じゃないからですね。もうちょっと欲しいんですよね。間違えた。ここやな。蓄積を移動します。ここ移動するですよね。守りをなくしてもいいけど、どんなもんすかね。ちょっと移動させますか。5本。これ持ってく？100持ってきれば、あ、守れるやろう。待ってくれい。で、徴兵します。威力の低いやつ。これまた訓練していきます。これで130ありますね。やっぱ連動欲しかったな。連動は欲しいですね。来月いけますかね。でも2ヶ月やってるからダメか。しまった。そうね、弾数だけ揃えるのかな。
ね。勝った後の漁夫の利を取られるの嫌なんで、こっちから行きましょう。これで人はいますけどね。3万やりすぎか。俺の足が攻められんでしょう。金1000が取ってく。兵糧15000、大衆誰でもいいけど、はい。お、来た。まさかの、まさかのこれ、連動大作戦ですよ、これ。ああ、曹操様をね、バンバンやっつけちゃいますよ、これ。まあ、援軍には曹操は来ないけどね。さあ、勝っていらっしゃい。今度こそ大丈夫でしょう。来た来た。ボトン来ましたね。はしご連動できんかな。あの同士打ちを食らうとろくなことないからですね。ある程度の犠牲はしょうがないと割り切っちゃいましょうと。加工トンたちがやってくるの待つ。当たられないですね。10、まあ、ここはいけるでしょう。突撃ゲイ。
ね。逃げるかな。逃げますわな。16、あー、まあまあ。14。こちら側に殴り込みますよ。逃げるかな。逃げた。失敗した。まあ、いっか。いるけど継続ですね。141じゃ攻めてこないと思うんですけどね。そうそう、が攻めてこないと思うんですよ。米がないから、米ないしっていうとこがね、やっぱネックだと思います。訓練してたっけ。ありますけどね。そうですね。もういいか、はい、何もしない。さあ、そうそう。何もしない。何もしない。さて、トータク、あと2ターンですよ。透明期間はあれ、これで終わりだっけ。どっちだっけ。最後ですね。敵対心32。いやー、敵対心ありますね。中性で低いっすね。びっくりしちゃった。一番に一人いるんだよね。誰か一人続きいきましょう。総評でいいか。
動します。金ブーを持ってみましょうか。金が必要ですね。よいしょ、いいか。訓練していきましょう。来月から記念性を撃退して、それも嫌ですけどね。さあ、そうそう、どういう対策取ってるかな。ああ、ちょっと米買ったのかな。ガヤ戦に勝ちますよ。悪いっすけど、今日はね、焼き打ちとかしてやりたいですけど、どうも言ってられないのでございます。丸がいない。間違えてる。うわあ、なんという大失敗。迎撃、お、迎撃、あ、そうなんだ。その策やろな。なんか、わぁ、落とし穴がありそう。くらえ、エンド。いやー、この人たちがプリンになるだけなのにね。狂気戦は、おっと、至近距離からの弓矢を与えますな。ちょっとね、強襲打ちはくれたくないからですね。さあ、あれ、こっち来るんだ。こっち来るんだ。やめてほしい。やめてほしい。こう飛んでもいいけどな。20! 20U! ちょっとね、視野のもと倒しかんとね。うわー、一斉攻撃めっちゃ食らった。やめてほしい、そういうの。
か。すげえ、やっぱ。さすが、そうそう。そうしんちゃん。いやー、データ。データ出た。よかった。こんなん立ちない。マジで、そういうチート的なのやめてほしい。ちょっと待って。黒くなことないから、そこはめっちゃ暗い。最悪。最悪やな、これ。やめてー。助けるために近づきましたよ。逃げるんかい。ほらほら。ちょっと待ってよ。何それ。広くない？広くない？これひでえね。出発着中っすか先生。これはひどいな。これくっつくわけにいかんっすね。それじゃ雨がひどい。いい加減回復してもらっていいですかね。卑怯すぎる、卑怯すぎるよ、それは。ちょっとちょっと、マジひどい。間抜けとも取られてしまいそうな。これ、これ。うわ、出た！最悪。最悪。最悪。どうだやろう。テーマで食らって落石で穴までも取る。芝能力いらんわ、もう。うぃー、ちょっと待て待てー。違うか、落石一生懸命ふにゃろ。強い、強いっていうか計略が強すぎるよね、これ。いやもう本当落とし穴余計だったね。気持ちで、はい、切ってください。
うすかな、攻めてもいいっすけどね。いやなんか本当人材不足なんですよね、このあたり。終了。止水資金がなくなりました。さて、攻め込みますか。私は思ってますけどね、あと、そうそうですね、いや、あんな毎回混乱決まるとかありえでしょう。ちょっと待たれて、ちょっと待ってほしいね、ほんと。ってやつですね。ほんと。訓練してた方がいいですかね。1ヶ月ぐらい頑張ってもらいましょう。中なのかな。訓練終わりましたって言ってますもんね。まだ訓練できますかね。
送ってもいいけどな。ちょっと今月お休みしますか。来月ね、金をゲットしないといけないからですね。人口減ってますもん、40万台になってますからね。これを買いたいし、こんなもんですかね。連動また作りたいですけどね。今月はちょっとお休みしましょう。一応訓練終わったんだっけ。まだ終わっちゃったんですね。ここは頑張ってもらいましょう。1ヶ月いりますね、まだ。何もさせなくていいかな。もったいないですけどね、行動しないっていうのは。いいでしょう。終わり終わり。遺跡に捜索させようかな。また返せと、順復返せはなしよ。ノーと、読む1年、ほう、いいよ。1年同盟ですね。で、またすぐ破ってくっちゃねえやっぱ。なんかね、このゲームのあるあるですよね。大孫さん、さ、珍獣の戦い再開と。決めたいっすね。思い出が湧くば、この戦い、あれですね、兵糧攻めしたいんですけどね、本当は。1751、どんぐらい減るかな。1751からってことは37しか減ってない。全然ヘッドラインじゃないですか。なんだって感じですね。騎馬能力、騎馬能力か。ここですな。一番隅っこだと追い詰められちゃうと登れないからですね。いけるでしょう。近づいてきやったっすわ。可能な限りね、連動で攻めたいと思ってます。ここを切って、こっち行きましょうか。
絶対くっつかないという。どうにしようか。ソーソーにくっつけたかったかな。ソーソー逃げた。コーンが。諦めたか、加工園。16倒せるんじゃないかな、どうか。あ、残った。ギリギリか、死んでないけど。さあ、いよいよ、いよいよですな。同士打ちだけは避けようと思ってたけど、いや今回の最大の失敗は落とし穴でしたよね。いやー、やっちゃったなと。で、行くと同士打ち食らうからですね。絶対に同士打ちだけは食らいたくないと。それだけです。さあ、そうそう、観念したかな。17、普通に殴りましょう。ちっちゃい。よっしゃ、これはいったやろ。上着ふう、長かった。これにする。これにする。そう言わずに、誰か仲間なっちくりよ。ゴーオン。かぁ、こんなならんな。店員もダメ。仲間なんねぇ。ダメだなぁ。これかならない。さぁ、仲間になーれ。そう、そうですか。さらわじゃ。切ったか、そうそう。あ、救援はなくなりですか。ということで、大量の捕虜をゲットして、終了となります。今回これで終わります。